ルナンデス、レオナルド・ルチアーノ、この借りは本大会で必ず返すぞ。2対0か、上出来だったぞ、みんな。おい、今この調子ならチームの状態もまだまだ上げられそうだ。チッ、何がチームの状態だ、バカバカしい。ところでルチアーノ、どうして途中から手を抜いたんだ。今日のドイツならもう何点か取れただろう。勝ってるんだから、何点で止めようが俺の勝手だろう。大体プレマッチで活躍したところでビッグクラブからのオファーが来るわけじゃねえしよ。嘘だろ、俺たちがあんなに苦戦したドイツ相手に。イタリアってこんなに強いのかよ。これじゃ今の僕たちにとても勝ち目なんて。アメリカにもドイツにも完敗だったな。まだ俺たちには世界は早かったんだよ。だよな、体も技術も違うのに勝てるわけねえんだ。本場のサッカーにはやっぱりかなわないのかな。そうぞ、恥をかく前によ、こんな大会辞退して日本に帰った方がいいんじゃねえのか。そうだ、てめえなんてこと。そうださん、それは言い過ぎです、取り消してください。何言ってやがる、本当のことを言ったまでじゃねえか。そうだぜ、お前の言う通りだ、大体そうだ。お前がやられっぱなしで逃げようなんてらしくねえんじゃねえのか。俺が逃げるだと？お前らいい加減にしろ。松山。そうだ、お前いつからそんな臆病になった。俺が臆病だと？恥をかきたくないから帰るなんて、ただ逃げるのとどう違うって言うんだ。松山、他のみんなもだ。たった2回負けただけでそんなに弱気になるんじゃねえよ。この2試合で俺たちは世界のサッカーの実力を知ったんだ。ならばあとはまた一から努力し直すしかねえじゃねえか。そうだ、松山君の言う通りだよ。みんなが努力してその力を合わせれば俺たちはもっと強くなれるよ。まだまだこれからじゃないか。松山、翼、相変わらず翼は明るいな。ほんとほんと、いいよな楽天家は。あのヒューガさん。ああ、なんだ。この箱、さっき宿舎の人から渡されたんですが、キラ監督からヒューガさんへの届け物です。キラ監督から俺に？これは2戦2敗、ここまではほぼ想定通りだ。あとは彼ら次第だな。三上さん、何かね。本当にこれで良かったのでしょうか。アメリカ戦もドイツ戦も選手にもっと具体的なデータを与え、しっかり戦った方が良かったのではありませんか。確かにそうすればもっとマシな戦い方はできただろう。しかしそれでは選手たちの受ける衝撃が弱まってしまう。彼らには世界の壁の高さ、厚さを骨の髄まで思い知ってもらわねばならなかったんだ。自分たちの自信が完全に崩れ落ちて、それでも壁を乗り越えようと立ち上がる強さ、それを持てないようでは今後世界とは戦えない。それは分かっています。しかしそれにしてもアメリカとドイツの強さは我々の想定を大きく上回っていました。選手たちも我々が考えていたよりずっと激しく落ち込んでいます。このままではチームがバラバラになりかねません。その時はそれまでのチームだったと諦めるだけだ。三上さん、大丈夫だよ片桐君。彼らを信じてあげたまえ。君が誰よりも長く彼らを見てきたんじゃないか。はい。
ちょっと失礼します。はい、もしもし。いや、遅くに悪いね。ちょっと僕の練習に付き合ってくれないか。アメリカに来てからはニューヒーローリーグの疲れを抜くことに専念していたけど、ここに来てその疲れもだいぶ抜けてきた。だから大会本番に向けて練習強度を上げるためにも少し体を動かしておきたかったんだ。それに君に聞きたいこともあって。君はこの2試合を見て僕たちと世界との差どう思った？君個人の実力差ならばそうかもね。でも今大事なのはチームとしての差なんだ。僕が見るところ、テクニックもスピードもパワーも世界の方が1枚も2枚も上だ。でもこれは個人個人の頑張りやチームの戦術でまだ埋めることができる。実はそれ以上に問題なのはみんなが完全に自信を失ってしまっていることなんだ。今のみんなの精神状態じゃ戦うことなんてできない。もっとひどい結果を招くだけだ。でもまだ大会まで少しある。その間にみんなの戦う気持ちをよみがえらせる方法を探さなくちゃいけない。例えばだけど、一つ自信を持てる自分たちの戦術の型を作る。そうすれば少なくとも相手のサッカーに振り回されずに済むし、落ち着いて自分たちの実力を出せるようになれば戦おうという意志が生まれてくるはずだ。みんな才能はあるんだ。モチベーションさえ上がれば練習にも身が入るし、きっと実力もついてくる。問題はその型なんだけど。お、誰だろう。ヒューガ、松山。グラウンドで音がするから誰かと思って来てみたらお前たちだったのか。三木、こんな時間に練習していて大丈夫なのか？問題ないよ。僕だって大会に出たいからね。自己管理はしっかりしているつもりさ。そうか、ならいいんだけどよ。それより君たちこそ何しに来たんだい？そりゃもちろん練習さ。押し込まれる展開が増えそうだから瞬発系とダッシュ力な。これからの俺たちは一から努力するしかない。みんなの前でああ言ったんだ。ならまず自分が実践しないとって思ってな。なるほど、松山らしいな。ヒューガ、君が持ってるその黒いボールは？ああ、ブラックボールって言ってな、俺の恩師が送ってくれたものさ。普通のサッカーボールの3倍の重さがある。俺はこれで今よりも強靭な足腰を作り上げて新しいタイガーショットを生み出すつもりだ。そうか、つまり僕たちは同じことを考えているらしいね。ああ、そうらしいな。いや、まだいるみたいだぜ。うん、ほら、もう一人来たぜ。やっぱり世界は広い。アメリカに来てまだ数日なのにドイツのシュナイダーをはじめすごい選手をたくさん見た。世界一の選手になるために、そして大きな夢を叶えるために、俺ももっと上手くならなきゃいけない。そして彼らに勝つ。翼、みんなこんな時間にどうして？それはきっと翼くんと同じ理由さ。え？ああ、そういうことだ。俺たちの思いはただ一つだろ。うん、俺たちが目指すもの、それは全日本ジュニアユースの勝利。俺たちならきっとやれるさ。もちろん。僕もその輪に入ってもいいかな？
君はまさか。久しぶり翼くん、みんな。やっぱり美咲くんだ。美咲、美咲じゃないか。会いたかった、会いたかったよ美咲くん。翼くん、なかなか連絡できなくてごめん。いいんだよそんなこと、またこうして会えたんだから。美咲、いつアメリカに？ついさっき。それで空港まで片桐さんに迎えに来てもらったんだ。それにしても小学生の時からみんな変わってないね。やっぱりボールは友達だ。でも美咲くんもそうなんだろう。まあね。なあ、お前がここに来たってことは。うん、僕も日本代表に入るって決めたよ。本当に？いろいろ悩んだけど、やっぱりみんなとサッカーがしたくて。足を引っ張ってしまうかもしれないけど、よろしくみんな。大丈夫、美咲くんなら絶対に大丈夫だよ。また一緒にコンビを組んで頑張ろう。うん、ありがとう翼くん。ところで君は？そうか、美咲くんは初めてだね。ほら自己紹介を。僕は美咲太郎、よろしくね。よし、じゃあそれぞれ練習するか。ああ、美咲くんも少し蹴っていこうよ。もちろんそうしたいけど、これから正式にチームに合流するために日本サッカー協会といろいろ手続きをしなきゃいけないんだ。だからごめん。そっか。でも手続きが終われば明日の練習からは合流できるんだ。だから明日ね。うん、じゃあまた明日だね。楽しみにしてるよ。僕もさ。それじゃあまたね。翼くんと美咲くん、小学生の時に南葛 SC を優勝に導いた2人がついに揃った。2人があの頃のようなプレイをできれば、あるいは。美咲太郎です。今日から合流しました、よろしく。美咲、久しぶりだな。元気だったか。背は伸びてるけどあんまり変わってないな。それを言うなら俺たちもだけどな。わしたちは初めてたい。ああ、こいつが噂の美咲太郎か。さあ、次のプレマッチも目前に迫っている。練習を始めるぞ。はい。じゃあ二人一組、パスを出し合って最後にシュートだ。キーパーはゴール前へ。はい。よし、はじめは翼と美咲。はい。翼くん、美咲くん。翼と美咲、3年ぶりのコンビプレー。昔みたいに息は合うんだろうか。信じているよ、二人とも。よし、行くぞ美咲くん。ああ、おお、これは3年ぶりでも二人の息はぴったりだぜ。すげえ、このスピードでパスワークが少しも乱れないたい。あったもうよ。だからこそ2人はゴールデンコンビって呼ばれてるんだ。まさに今ゴールデンコンビ復活だぜ。美咲くん、ラストパスだ。よし、ナイスシュート。美咲くん、ナイスパス。翼くん、やったぜ2人とも。あのスピードに乗ったパスワークとシュート、美咲もこの3年で相当腕を上げたみたいだな。さすが翼くんだ。僕はスピードについていくだけでやっとだったよ。それはこっちも同じさ。よし、俺たちも気合い入れていこうぜ。
その調子だぜ。それ翼と岬に遅れるな。行くぜみんな。ああ、監督、ちょっとお話があるのでさ。ん？何かね。次の試合、翼くんと岬くんをスタメンで使ってほしいのです。岬くんは合流したばかりだし、次の試合は様子を見ようと思っていたのだが、とりあえず理由を聞こうか。なるほど、確かに2人が揃えば中盤で勝負ができるし、チームの弱点も解消できるな。それともう一つ理由があります。世界との差を感じて自信を失ってしまっている選手たちに自信を取り戻してもらうためです。翼くんと岬くんのコンビという世界とも勝負できる型を持てば、選手たちも落ち着いてプレーできるようになります。さらにその型を元にして自分たちのペースを作れれば、自分たちはやれるという自信につながるはずです。自信があれば思い切りプレーができますし、思い切りプレーができれば相手と強く戦うことができるようになります。君は本当に、いや、よくわかった。次の試合2人をスタメンで使ってみよう。ありがとうございます。あとは彼か、才能は間違いなくある。一度きっかけをつかめばきっと。いいかみんな、ここまでの戦いで世界の壁がいかに厚いものか肌で分かったことだろう。そこでだ、この試合は新たな布陣を試すこととする。まず松山。はい。この前のドイツ戦、君がディフェンダーに回ってからディフェンスライン全体の動きが良くなり、チーム全体の守備力が向上した。だから今日の試合はスタートからディフェンダーに入り、ディフェンスの指揮をしてもらう。はい。そして空いたミッドフィルダーの位置には岬、君にスタメンとして出場してもらう。え？確かに君はチームに合流して間もない、しかし実力に疑いはない。それはこの間の練習を見て分かった。それに翼のサポートをして一緒に中盤でゲームを作る上で君以上の適任はいないと私は考える。はい、頑張ります。大丈夫、岬くんならできるよ。うん、翼くん、一緒に頑張るよ。そして最後に、この試合君もスタメンで使う。うん、自分の持ち味を思う存分試してくるんだ。今日の相手ウルグアイは南米のチームらしい豊かなスピードとテクニックを併せ持ったチームだ。しかしそれにかき回されてしまうようでは大会本番を勝ち抜くことはできない。相手のペースに乗せられず、自分たちのリズムをしっかり作って戦うんだ。いいな。はい。俺の憧れ、南米の国との初めての対戦、俺の南米スタイルのプレーは彼らに通用するだろうか。もし通用すれば、ブラジルでもきっと。スタメンおめでとう。先を越されてしまったな。プレマッチ最終戦でのスタメンの抜擢は監督の期待の表れだ。
君ならばそれに応えることができると信じている。さあ思い切り自分を表現してくるんだ。今日の相手はドイツどころかアメリカにも負けたようなどうってことねえやつらだ。まあ怪我にだけは気をつけて、取れるだけ点を取って大会本番に勢いをつけるぞ。よしみんな今日も行くぞ。日本にサッカーってものを教えてやろうぜ。おう。さあ全日本のプレマッチも残すところあと1戦。全日本はここまでの2戦アメリカ、ドイツ相手にいいところなく連敗してしまいました。世界の壁にぶつかる中、迎える第3戦の相手はワールドカップ優勝経験国ウルグアイ。南米でも屈指の強豪を相手に全日本は新たな布陣で立ち向かいます。なんとこの試合から翼くんが小学生時代にコンビを組んでいた三崎太郎くんがチームに合流。再びコンビを組んだ2人のプレーを起爆剤として本戦に向けて弾みをつけたいところ。一方のウルグアイもこの試合を勝って気持ちよく本戦を迎えたいところでしょう。さあプレマッチ第3戦、いよいよキックオフです。今日はよろしく、いい試合にしよう。いい試合になるかどうかはそっち次第だぜ。お前らみたいなのが俺たちのスピードについてこられるかな。せいぜいボールは見失わないようにしろよ。くそ、やっぱり俺たちのことを舐め切ってる。翼くん、悔しい気持ちはわかるけどそう力まないで。美咲くん、練習通りにやれば僕たちのサッカーはきっと通用するよ。うん、そうだね、ありがとう。やっぱり美咲くんがいると心強いよ。それは僕も一緒さ。さあ翼くん行こう。ああ、日本の実力を見せてやろう。始まろうとしています。3年ぶりの三崎くんとのプレー、久々。